はい、大宮記念3日目終了しました。今日は全般はね、ちょっと1レース2レース下立てが少ない中でまあまあの配当のレースが当たったんだけども、中盤後半、お客さんにねだいぶ迷惑かけてしまいました。準決勝ね、まあ10、11とちょっと波乱が起きて、最初は平原五段がね勝ったから良かったけども、落車が多すぎるよな。そうっすね。これ明日10レース制か。トータルで失格も含めて10人8人ってことですか。そう、落車8の失格2。もうね、お客さんに迷惑かけて申し訳ないところだけどね、なんかもう記録がねちょっと失せてくるね。まあ選手は一生懸命走ってるんだろうけども、まあ決勝はとりあえず、まあでも埼玉はまだ4人だ。森田がいなくなった過去だね。黒沢が前で、明日宿口、平原君に武藤君か、深谷に和田まくる、山田、原口、山田が前かな、原口が前か、まあ、この辺は分かんないけど、成田がどこ行くか、まあもう間違いなく、埼玉勢の展開が伸びるでしょう。で平原が、深谷がね初日埼玉勢に、ね、突っ張られてやっつけられちゃったけども、まあお少々お待ちください。寒いですが、深谷がねどこまで明日意地を見せるかだな、埼玉勢に、ね、うん、初日は森田に突っ張られて終わってるんだから、平原、黒沢とね深谷がこう戦っちゃうと。それでは山田洋平いいね。山田洋平良かったですね。いいでしょ山田洋平。この後まあこれ深谷次第で明日は山田だな。どうぞ皆様バンクナー4コーナー深谷が黒沢と戦う気あるんだったらね、まあ黙って矢野口君のバンクナー君と平原君でもできすぎない。それではご登場いただきます。12レース制しました地元の平原浩太選手です。いいシャンプチャップね。とにかくこれ埼玉4人は並ぶんでね、深谷がどこまで黒沢君と戦うかっていうところでしょう。決勝はね、まあ深谷がだんまりなら本命と喜ぶ地元のレースができますよね。宿口も足ないな、ちょっとだから全然ないな、そこがちょっと怖いっすよね。まあちょっとあんまり言いたくないけど、まあ少し今回さえだけ3日目まで言わせてもらったら間違いない生産だね。悪いけど今日もあれひどいでしょ。クロスタートついていかないと伏見くんじゃないんだからさ。いやちょっと がっかり、まあ明日ねクロスター次第で頑張ってくれて、まあ平原浩太にね、まあお待たせいたしました平原浩太選手です。一着おめでとうございます。あの、どこまでありがとうございました。はい、そう、深谷だね。深谷が黒沢君と戦うことでしょ、ね、それ次第では山田洋平が一気に持ってっちゃうということもあるということで、深谷が初日見たくね埼玉勢相手にだんまりしたかどうかです。決勝はそこだけ論点は。あと今日の一日振り返ります。伊早坂逃げて残ったよ。3着2車で伊早坂と石川雅之に下立てで逃げて、伊早坂3着残っちゃ強いな。やっぱり大宮走るんで、明日1着かどうか別にしてね、ラインがしっかりできて後ろにある程度の選手がついてくれば、これ番手から変えるよね。伊早坂の後ろから、うん、いや本当強いね。3着だからね、実質最後もう一人ぼっちみたいな感じだったからな。明日伊早坂がねどういう番組か分かりませんけど、まだ後ろの選手が狙い目になるかと思います。あとはね5レース山形和樹伸びたよ。見てみ山形、うん、前の月森がぐずってぐずって全然いかないところ、最後直線4着かな。これも明日狙えるな。毎試合だけどね、うん、ツッコミ良かったよ今日、うん、あ森田負けせんだけど、健太君残念だった ね、 ね、ちょっとやりすぎちゃったな。守田は明日勝っても本人は納得しないかと思うけども、もう一日勝ってね締めくってほしいです。あとはね言いたい早坂修吾とか
ね、バカの一つ覚えでさ、前に取ってね、かまして、で、足がもうないんだから、相手やってること、ね、相手が逃がさないと逃げれないでしょ、ね、島津、何やってんの、あれ、ね、もう、初日もそうでしょ、バカで突っ張ってさ、まあ、言葉悪いけどね、頭悪い選手に付き合わされるはたまんないよ。考えてほしい、ね、早坂、バカの一つ覚え、前取り、ダメだよ、本当に。まあ、というところで、1日振り返って、さっき言った伊早坂が良かったので、明日は伊早坂の後ろが狙い目、あとは山形だね、山形和樹、うん、この辺は明日面白いかったな、最終日ね、ちょっとね、レースが減っちゃう可能性が大なので、その辺が少し寂しいんだけどもね、まあ、なんとか明日1日、今日も飲まない。飲まない。寝るよ。帰ってとりあえず。で飯食って、で今日はしっかりと明日に備えて、もう明日貢献できるようにお客さんにですね。明日やりますよ。本当に。うん、まあ、最終日、お時間ある人はぜひね、大宮競輪場、ぜひ寄ってください。ご来場お待ちしてます。一日お疲れ様でした。また明日頑張ります。